はいさーい、はいさーい、はいさーい、今日はですね、はい、沖縄にあります、はい、アメリカンなスーパーを紹介したいと思います。アメリカンなスーパー、はい、面白い見えますけど、はい、ジミー、本当だ、ね、英語だ、はい、もうジミーといえば沖縄県民には切っても切れない、そうですよね、ソウルフード、ね、はい、でこの店内の雰囲気がね、アメリカンな感じで、とってもね、はいはい、確かに確かに確かに、これ沖縄でしか味わえない感じなの で、ちょっとジミーさんの協力のと実際中に入ってね見せたいと思います。今回ちょっとレストランも予約してるんで、あら、うお、ランチも食べようかな、あら、初めて、はい、ご褒美、ね、じゃあ早速店内に入りましょう、はい、はい、入っていきましょう。ちなみに僕は初ですね。ジミー初めて、初めてです、都ないんすよ。あ、初ジミー、初っすね。あ、いいや、今日スーツで来ればよかった。本当にそのレベルだ。素敵じゃない、やば、日本酒を、おお、やば、ケーキより飲みたいかも。素敵、沖縄らしいね、お酒、泡盛もありますよ。ん、都の酒はタラマだっけ、タラ川、タラ川、菊のつゆもあります、タラ川の酒、あ、うん、これ久米島ですごい珍しいよって言って、うん、なかなかこのお酒って久米島以外で見れることないみたいで、すごい珍しいお酒もあります。あ、そうなんだ、ね、で次がジミーオリジナルのクッキー商品がいっぱいあるんですよね、こっち。お土産だ、うん、店内入ってすぐ思ったんですけど、うん、見たことある商品いっぱいあるんですよ。特に何が、来たことないのに、都ってジミーないけど、うん、お土産の定番がジミーなんですよ。だから結構こういう箱とか見覚えありますね。お、結構食べてるんだね。はい、結構馴染み深いっすね。あとお祝い事にもなんか使われるよね。確かにね、こういうネパロフ、ハイキ祝い、うち祝い、全部ありますね、うん、マフィンよく持ちまったな。あ、確かにこれお土産で結構見たことあります。糸満のおばあが多いの、はい、ね、やば、うまそう。しかもさ、ワンコインで買えるこのボリューム、ジミーちゃん、惣菜、惣菜美味しいんだよ。あ、そうなんですか、最高、うわ、うまっ。 CM のやつだ、ガーリックチキン、ガーリックチキン、これね、ジミーのガーリックチキン、チキン美味しいんだよな、これめちゃくちゃ美味しい。こうやってね、タッチされてね、食べやすくしろと、すげえ、うん、やば、分厚、贅沢っすね、うん。ちょっと YouTube とか世間に出すのちょっと迷ったんだけど、ジミーケーキも美味しい、弁当も美味しいって言われてるけど、これジミーで一番美味しいのはアイスクリームだと思ってます。あ、分かる、アイスもオリジナルで、やばい、うまい、うん、こんな感じで、おー、全部オリジナルだよね、ジミーは最強なんですよ。全く違うけど、ブルーシルみたいにこうアメリカンな感じだよね。そう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 、おー、ケーキ、そう、ケーキよりどり緑、定番でこのチーズケーキ、あ、これね、ハイサイやめる人がよく食べるやつ。そうそう、あれ全部、そう、あれはこれが来たら俺やめる時に食べるチーズケーキはジミーって買ってるわけ。こうなってね、あ、箱にも入ってたよ。ほんとだ、沖縄にポンポンポンって買いに行く、帰ろうとする、うん、すごい、あっちじゃなくてもこっちで、はい、これ食べたことある、うん、多分絶対うまい。食べたことないんかい。食べたことないけど、アップルパイが死にも、マジっすか、アップルパイ死にも、焼きたて熱々って、うん、はい、最近焼きたてのこんなって、うん、出来たての食べたいっていう人が増えて、アップルパイって結構ね、好き嫌いあるから、あ、確かにね、好きな人はもうとことん食べてほしい。惣菜、うわ、うまそう、うまそう、このチャーハン、ケビチうまそう、やばいだろ、ケビチ、うわ、自家製春巻きとベトナム春巻き、色しか変わらん、魚の、魚もある、美味しい、ここ、はい、もっとアメリカンなもんがあるね、実は、うん、え、これいっちゃう、うん、パスポートいらないですか、うん、え、なにこれ、すすめ、なにこれ、ボディーソープ、ボディーソープ、これさ、うん、匂いしたら飛ぶぞ、これテスター、テスターって書いてある、テスター、アメリカンの匂い、これ考えた人多分、うん、
エジソン、エジソンよりエジソン。やば。うお、アメリカ。アメリカのやつ。こんなのとかね。見たことないこれ。最高。ソルトビネガーって。スパイス。レイソルトビネガー味。あ、スープも売ってる。実はこっちスープも。袋でスープ売ってるのを生まれて初めて見ました。見た、パスタのね。アメリカンのなんか芳香剤とか。なんか一通り今3人で回ったけど、うん、飽きないね。確かに。あまり見るようなものじゃないから。こんなにお店で飽きないの釣り具屋以来っすよ。はい、はい、一通り見回って、はい、レストランの準備ができたってことで、はい、まあ、早速食べに行きますかね。はい、行きますか。緊張してきた。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。よし、OK です。レストラン日替わりとなってまして、はい、こちらがケーキ、ケーキサラダ、はい、野菜もある。ケーキにサラダ、しかも日替わりなんすか。そうなんですよ。わお。でこれ実際置かれてるケーキですか、ジミーさんの。そうですね、店頭でも販売しておりますね。ご飯、ほかほかの白いご飯。ほかほかの白ご飯、白すぎ。輝いてる。それがエビチャーハンとなってます。 あのエビチャーハンだ。エビもてる。エビチャーハン、これやばいぞ。これカレーと、カレー、カレー、本日のメインディッシュ、音声ローストビーフとなってます。おーローストビーフ。見ました、この焼きかけ。この色、動物側は出せん。人がしか出せん。いや、表現を。ローストビーフ、大体その色だけ。カニシューマイです。おー、豚のかぼちゃに、かぼちゃに、おグラタンです。グラタン、自家製春巻き。あ、来ました。来た、自家製春巻き。自家製春巻き、どんなすのかな。春巻きは世界で一番と言われていいほど美味しい。レモンソースをかけしてお召し上がりください。レモンソースか。赤いけどレモン、なんかすごいな。そうです、レモンソース。え、こちらが白身魚のあんかけになります。こちらが当店おすすめのガーリックチキンです。あ、違ったな。ガーリックチキン初だな。初ガーリック。嬉しい、宮古から出てきてよかった。え、ここが、お、そば、はい、沖縄そばになってます。お、最高。そばだし、あったかいです。マスク越しでも伝わるこのいい匂い。やばすぎます。あー、いいね、肉も大ぶりで。こちらスープ類になってまして、マッシュルームスープ。あ、あの袋に入ってるやつですか。そうです。お、きれい。来た。神様だ。神様だ。ジミーのホワイトダイヤモンド、絶対よしや。中身汁、パールのような。あ、中身汁もいいな。やば、中身汁スープでタプタプなんですよ、なやばいっすね。しかも、これ沖縄の伝統料理と外国の料理がこのマッチしたこの瞬間、僕たちの胃袋の中はもう大変なことになってますよ。飲み物も飲み放題ですか。やばい。飲み放題で、ホットコーヒー、アイスの飲み物。三品茶もある。三品茶もある。よし、やば。ピザとポテトフライと、あとミートソースパスタです。やばい、これもうパスポートいらずに入る。ジミーって、パスポート必要じゃないですかっていうぐらい海外のものも増えて、お腹の中でオリンピックが始まろうとして。あ、ピザいい。確かに。じゃあ早速取っていきますか。はい、はい、はいはい。じゃあこっちでお皿取っていきましょうか。はい、失礼しやす。整いました。はい、いよいよ時が来た。パンチ大盛りだね。いや、もうなんか気づいたら大盛りになってましたね。パンチの、あ、メインディッシュ来た。メイン、やば。あ、スープ、よったきさんおすすめのスープです。もうこんなに俺入れたから多分動画で中身汁キラキラ。中身だらけ。中身だらけ。で、これ具がいっぱいじゃなくて下にそばが入ってるんですよ。あ、そば、抜けたんだ。そう、中身そば作成。やばい。じゃあ食べていきますか。はい、いただきます。いただきます。やばいっすね。どれから食べようかな。迷っちゃうね。やっぱり一番お腹空いてる時にジミーのケーキを食べるのが。ケーキから行くの。デザートから。いただきます。
やっぱり売りってケーキじゃないですか、うん、ケーキは間違いないと思うんですよ、うん、いただきます。固まった、うますぎるバナナやば、バナナケーキ、バナナケーキ、おー、僕は CM でいつも見てるガーリックチキンさんを、うまそう、もう見てこれ、うわ、じゃあいただきます。黙るぜ、これレベル高っ。ガーリック、ガーリックしてないんですよね、ちょうどいいぐらいで、なんかちょうどいいっす、うん、入れちゃう、いいね、入れちゃう、天才、天才、これうまい。じゃあ自分もチャーハンちょっと、うん、エビって言ったらパンチっすからね、うん、いい、素敵、やっぱりエビ、エビの味しっかり、エビちゃん、エビの味しっかりしてますね。なんか全部が喧嘩してない、うん、こんなにだけど味がめっちゃ引き立ってる、うん、みんな仲良し、うん、こんなにみんな味強調してくるんだけど口の中でなんか誰も喧嘩してないし、うん、なんかもうすごい、うん、マッシュルーム粒だこれやば、うん、いただきます。うまっ、濃厚、うん、濃厚でしょ、うん、濃厚だけどあっさりっていうんですか、なんていうんですかね、絶妙だな、絶妙なんすよ。食べていきますか、じゃあ、はい、うん、これ、これ職場にジミーのランチが好きって言う、で、週一で行くっていう、週一、週一で好き、本当かもしれない、これハマるわ、まあ、これは野菜から、濃い、濃いっていうか味しっかりしてる、それが言いたかったんです、うん、家族連れにね、決めたい、あら、パンチまさかケーキ取ってきたと思ったらデザート、バジルパンって、バジルパン美味しかった、バジルパン美味しかった。ちなみになんですけど、よったけさん、ジミー、うん、なんでジミーって呼ばれてるか分かります？人の名前的な感じだ、ジミーさんじゃない、よったけさん、うん、ほぼ正解です。お、来た、すげえ。ジミーは創業者稲峰製法のニックネームらしいです。あ、石峰か、石峰です。稲峰製法さんのニックネームがジミーだったからジミーになったらしいです。あ、ニックネームがジミーだったんだ。そうそうそう、あー、なるほど、あ、で、気軽に読んでほしいなってことでジミーって名前つけたの。そうだと思う。あー、なるほど、あー、なんかやっぱ俺も食べたよ、苦しい、苦しいでござる、バンバンもう苦しがってるよ。あと1回だけ食べていいですか？うまい。え、何が食べるの？ちなみにグラタンとパン、次で3回目です。お疲れ様でした。美味しかった、お腹いっぱい、お腹いっぱいっすね。確かに、せやもうお尻と椅子が離れれんくなりますね。じゃあお土産買いましょうか。じゃあ食べ過ぎた、ね、ご定番なんですけど、アンパイにうまいっすよこれ。あー、これいいね、トロピカルクッキーズ、これにしましょう。じゃあ、はい、これ買って帰りたいと思います。はい、ジミーを堪能しました。すごかったです。もうこんなアメリカンな感じで、はい、ケーキもクッキーもあって、はい、アメリカのグッズもいっぱいあってね、はい、レストランも堪能できる、なんか半日ここで楽しめるんじゃないかな。確かに、確かに、買い物もしてね、うん、デートのコースに入れたい。あ、確かにな、ね、あとはなんか観光に俺入れてもいいんじゃないかなと思った。確かにね、10時にオープンするから10時に来て商品見て、11時ぐらいに空いてご飯食って、まあ、12時半には出るので堪能できると思う。パンチ初めてじゃん。初めてです。もうジミーに恋しましたね。あら、パンチがもう一押しすればサラハマにジミーができるかもしれない。いや本当にできたら、うんうん、これはもう大変なことですよね。革命です、革命、うん、今回ですね、はい、沖縄にあるアメリカンなスーパー、ジミーに行ってみたでした。ご視聴ありがとうございました。よっしゃ、ありがとうございました。一回お腹すかせてからまた戻ってきます。あと20分残すよ。